いやーすごかった。こういう空間で古い本に没頭したら、やっぱりなんていうんですかね、そういう世界に、本の中の世界に没頭できますね。そんなに古書を読む方じゃないですけど、でも素敵な空間ですね。
そんなにめちゃくちゃ広いわけじゃないんですけれども、吹き抜けでもうその古書がもうそのままアンティークになっているような、そのような素敵な図書館でした。ジョン・ライランズ・ライブラリー、イギリスの中で最も古い図書館っていうのもこのマンチェスターにあるんですけれども、まあ、それは今コロナ禍の影響なのか分かりませんけども、臨時休業しているので、入ることはできませんが、ジョン・ライランズは、予約して入場することができます。無料です。教会か城なんじゃないかと思うような、そのような図書館でしたね。ここで1日本を読んでみたいもんですね。街中にもうポツンとこうある感じなので、本当にこう街中の図書館って感じですけど、作り自体はもう特別ですね。